友達 TV をご覧の皆さんこんばんは武田邦彦の本当の話11月18日第122回放送です私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は友達 TV からお届けしていますそれでは早速武田邦彦先生をご紹介します先生今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします まず番組の本題に入ります前に一つご案内があるということでああこちら画面をどうぞ武田先生と赤尾さんとのタウンミーティングがあるということですね、はいえー、日時の方が12月9日の金曜日、はい、武蔵野市民文化会館大ホールですね、はいえー、開演は夜の7時からで終わりが9時ということになるんですけれどもうっかり大ホール枯れたらねどうもガラガラになりそうだってんだよ <laughs> はい、僕のファンの人が、はい、なんか素晴らしいポスターを作ってくれたとね<え>ね<え>はいコスモスの綺麗なそう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 、はい、ということなので<ー>皆さんぜひお時間を作っていただいてお仕事帰りでもね気軽に寄っていただければなというふうに思います、えー、はい、はい、ということでご案内でしたそれでは早速本題の方に入ってまいりますまず最初の話題は。 急にあって私もびっくりしたこの地震だったんですけれども、えー、三重県沖が震源の地震、強く揺れたのは福島と茨城ということで概要です。十四日午後五時九分ごろ、福島県茨城県で最大震度四を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと震源地は三重県南東沖で震源の深さはおよそ三百五十キロ。 地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されます。最大震度4を観測したのは福島県の双葉町と浪江町、茨城県のつくば未来市でしたという内容です。そうですね。あの地図は,、まあ、はまあ理科の問題なんで割とまあ簡単なんですが、はい、あの新聞とかちょっとテレビを見ますとね、はい、よく分かってない人が多分解説してるんじゃないかと思うんですね。はい、ですからなんか彼らの解説を見ると。 この三重県の近くなのになんで三重県が揺れないのかとかいうアこれ百五十キロぐらいっつったらもう深くていわゆる表面表層の地震じゃないんですよね。って、はい、ことも地下の深いわけですよ。まあ、漢字としてはねこうあの地表面があるとそれはこんな手で言ってもだめなんだけどこういうふうに沈んでる、まあ、ここら辺がもう溶け出すところなんですけどその半分ぐらいのところですよ。はい、でこののくらい深い深と、ね、地表の 岩盤とは全然違うんですよだからどこが揺れたって別にどうってことないんですよこれ、うん、たまたまねそこそこの350キロぐらいいや350キロなんてことないな35キロ350キロじゃあかなり深いからね,深いですね350キロっていうとねもうこれの地盤っていうのはもう全然ここ表面と違うから、うん、例えばあの三重県がここにあったとするでしょ、はい、この間にね弱い地盤,地盤があったらこっち行かないですよ。うんあの 地震っていうのは誰かがこれね誰かがグラッとるれたらこっちも同じように揺れなきゃダメでしょ、はい、ここのところになんか沼地みたいなのがあってね、うん、でこうギュッてやったらこれがフニャッとなってこっちには伝わらないってこういう状態だからだから別に地地下の地形によよるんですよね、はい、でまあこの場合はねこういうふうにあのその深いところでこういう沈んだところっていうのはえっとプレートの,あの際を伝わっていくんですよ大体は、はい。 ああと上と上は断層があるからねだからそのプレートがこうここのところをずっとこう沈んでるんでそれでこういうふうに伝わったっていうだけのことですね。うん、だからそういうふうに解説してあげればいいのにだから難しいふうに解説してるので、うん、ちょっと皆さんはよく分かんなくてね、はい、だからあの別にあの地震350キロぐらい深い地震っつったらもう本当にこうもう本当の奥の方ですからね。はい、ですからまあその表面の日本列島の表面の形を見て えどことかこことか、これを三重県沖って言ったのがおかしいんでしょうね。三重県沖っていのは、その表面を見て、三重県沖って言ってんで。地下の地層を見たら、ここはもしかしたら、リバーライド沖かもしれないわけですよ。そう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 。だから、地下の地形で言わなきゃいけないのに。あの、地表の地形で言ってるから。んと沖ってあ、そう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 、だから変なことになったっていうことですね、これはね。だから、まあ、こういうことはいくらでもあるんですけど。 大きな地震はだいたい近くがやっぱりきますからね、うん、ですからマグニチュード6.1って比較的ちっちゃいので、はい、やっぱりまあこのくらいのことが起こるってことになりますねでは続いて話題が変わってこちらになります、うんはい、ウクライナが発射したミサイルポーランドに着弾かということで概要です 15日ポーランドのウクライナ国境に近い街にミサイルが着弾し2人が死亡しました当初 AP 通信などはアメリカ政府高官の話としてロシア製のミサイルだとししていましたが、していましたウクライナのゼレンスキー大統領はロシアによる NATO への攻撃だとしましたが後に複数のアメリカ当局者がロシアのミサイルを迎撃するために発射されたウクライナ軍のミサイルが着弾したものとみられる と示したということです。そうですね。まああの、はい、あの戦争中のことですから、はい、情報って分かりにくいんですけど、えっ、ー、とバイデンアメリカのバイデン大統領もあれや早い時期に、うん、あれは多分ロシアのミサイルじゃないんじゃないかって言ってますよね。はい、それはどうしてかっていうとあのその時にねちょうどあの、えー、ウクライナの境界のところをね、はい、多分ポーランド上空だと思うんですけど、そこをねアメリカの消火機がたまたま飛んでたんですよね。はい、たまたま飛んでてそのミサイルをもともと 目視してるんですよ。来たってうんで、それだからどこから発射されたかも大体知ってて、それでその情報をポーランドと NATO にとアメリカですね。その三つにすぐ連絡を飛行機の上からしてるんですね。はい、ですからまあ今,今度の場合は、えー、まああのロシアからじゃなくてウクライナからだということですね。まあ政治的にこのことを言うと、えー、今はあのウクライナが NATO に入るかどうかが、えー、まあ政治的には焦点だから、まあそういう点では。 ロシア軍がポーランドにポーランドは今 NATO に入ってますからポーランドにミサイルを撃てばそれはあのウクライナが NATO に入る可能性が高くなりますからロシア軍としては政治的には絶対撃たないっていうことですねでじゃあウクライナが陰謀であの要するに自分たちが NATO に入りたいからポーランドにミサイルを撃ったっていう可能性もあるんですけどね。 えー、これはわかりません。はい、これ陰謀論になるの絶対わかんないですね。うん、でまあ今だいぶこれあのウクライナ戦争も時間が経って、はいえー、日本の中の人も冷静になってきましたけど、えー、僕はここでも二回ぐらい話したと思うんですけどね。このウクライナとロシアの戦争を企画したっていうのが1990年代のアメリカの民主党なんですね。はい、民主党がウクライナなんとかして ロシアがウクライナを攻めるようにしたいということでえっと2004年かなウクライナで大統領選挙があってで新ロシア派の大統領が就任しましまたこれを潰すべくこれが一番最初の歴史的には明確なあのあれの事件なんですけどそれで CIA が出したアメリカの CIA が工作資金で出したお金がだいたい分かってきて5,000億ドルと言ってますね。 5,000億ドルのお金をウクライナに出してそれでウクライナの世論,世論操作をしましまたね、はい、その結果、まあ、あ騒動が起きてそれであの大統領が失脚したという事件があってなんとかして反訴大統領を出そうということで、まあ、ジョージアとジョージア今、まあ、その当時グルジアっつったんですけど。はい ジジョージアとそのクルジアのその時の大統領というのはの、えー、のロシアが革命が起きて共,産共和主制に変わった時のシュワランダゼ外相かな、はい、だったが大統領ですけどねでジョージアで一つ騒動を起こしてそれでウクライナが2004年の大統領の選挙の後の2014年にもう一回騒動を起こしたんですね。回回とも目はしその反 ロシアの政権ができて、まあ今のゼレンスキー大統領できたわけですね。ゼレンスキー大統領は別に前職で文句を言ったわけじゃないけど、まあお笑い芸人ですから、はいえー、どういう意図でその、えー、ポーランドあちゃあのウクライナをアメリカに売ったかどうかはちょっとよくわからない、えー。まあお金だという説もありますけど、その今 CIA が 千億ドル出したっていうのは具体的ななお金はまだ出てきてきいんですねですからそこのところはちょっと慎重によく考える必要があるんですが結果としてはまあ半年ぐらい皆さんウクライナ戦争を見てて分かったと思うんですけどねえっ、ー、とこの均衡してるのはどうして均衡してるかというと2014年から2020年までの6年間でアメリカの軍事顧問団が大量に行ってですねでアメリカの武器をやったわけですね。 たるところまで持ってってそこで、まあ、ロシアが仕掛けるように、えー、ロシア人の多い4州のロシア人をアメリカ軍のドローンで、えー、暗殺するっていうことをぼち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 やってたわけですね。で、まあ、あのロシアが耐えられなくなって攻めるとそうするとちょうどせあの軍事力は対等だと、まあ、こういうことになって今に至ってるんですけどももう一つ解かないとこはね えっとアメリカ側の意図はウクライナグルジアそれからなんとかスタンっていうね、うん、そういうその中央アジアの諸国の、うん、つまりルのロシア民族じゃないところ、うん、ウクライナはロシア民族なんですけどロシア民族じゃない多民族国家を一つを潰していくっていうのが民主党の長期計画なんですよ、うん、であのところがロシアの方は多分ね逆にですよ。 このウクライナ戦争を硬直させて、はい、そうすると何が困るかって言ったらもうドイツなんか悲鳴上げてますよね、はい、イギリスもそうですね、はい、でもしかするとねこれロシアのプーチン大統領の作戦じゃないかと思うのはね、はい、えっと第二次世界大戦後その東西冷戦も含めて、はい、アメリカと西ヨーロッパが連合してるじゃないですか、はい、NATO も全部そうだけど。はいはい その枠組みを切ってね大れで、えー、ヨーロッパロシア連合というものに変えるというのが僕はロシア側の狙いいじゃないかと思うんですよね、うん、そうしましてまあもちろん天然ガスもあるし経済経済系としては経済のそのゾーンとしてはヨーロッパ経済圏というのができてそれ防衛圏もできてそれに。 えー、西ヨーロッパとつまりイギリスフランスロシアが入るとこういう風になる可能性もあるんですね、うん、僕ら日本人の頭はどっちかというともうロシアは西ヨーロッパの敵だなと思ってるけど必ずしもそういう関係じゃないんですよ。やっぱ同じヨーロッパ人だしロシアは政教ではあるけど宗教も似てますんでねですからこの際もロシアも自由国家なんだから別にロシア国家と対立しなくていいんじゃないのと もう電気代も高いしってもうだってイギリスなんか今一般家庭で100万ってでしょ年間だからもうちょっとやっていけないよと我々はやっぱりロシアと提携した方が農作物も取れるし膨大なねあ,のあれがありますから大体いいナチスが、えー、中層中立条約を破ってロシアに攻め入った理由はですね国、はい、類とあの天然ガスとかそういうもんだったんですよ。いね、はい ドイツのの植民地としてのロシアこれを狙ってあの、えー、ヒトラーはロシアをし進撃して失敗したわけですね。はい、であのもちろんそのロシアが植民地になるということなくても、うんえー、西ヨーロッパとロシアとが組むっていうことはあの非常に可能性が高いわけですね。うん、ですからまあ外交としてはこれど,どっちの方に傾くのかね。うん、そうするととアメリカと ヨーロッパ,ロ,ッパロシア連合と中国という構図になるでしょ、はいはい、そうすると、まあ、アメリカの力がずいぶん弱くなりますからそれがまああの今後の、まあ、僕らの子供の時代の世界がどういうふうになるかということがね、うん、まよくウクライナ情勢を見とくっていうこと今のところもウクライナの国民がゼレンスキー大統領の罠にかかって、うんえー、とにかく自分たちの家を追われ命を追われてると。 これはまあ別にプーチン大統領と関係なくて、えー、ウクライナ側の事情ですねですからまあそういう目でこう冷静に見て日本の日本人の子供のために世界の次の状態がどうなるかっていうのをね、うんはい、それをちょっと見越して実はインドとかブラジルとかそういうあの次の世代に大きくなりそうな国っていうのは、はい、だいたい今ロシアについてるわけですね、うん、国連でもロシアを支持してるっていうことになってるので、はいはい まあこれがどういうふうに進んでいくかっていうことがまあ今後はなかなか面白いところだと思いますね。はい。続いてはこちらです。アメリカ中間選挙ということで概要です。 アメリカの中間選挙は日本時間の18日午前9時現在まだ全数の開票結果が確定していませんが現時点で上院は民主党が50議席共和党が49議席を獲得し民主党が優勢下院は民主党が210議席共和党が218議席を獲得して過半数を獲得しま 獲得した模様です。またトランプ氏は15日フロリダ州で演説し、2024年の次期大統領選への立候補を正式に表明しましたという内容です。そうですね。えっ、ー、とどっちがブルーでどっちが赤でしたかね？あのアメリカどっちがブルーでどっちが赤なんでね、これ逆かもしれないです。アメリカの政党の色なんて覚えてなくていいんですけどね。はい、今今度の中間選挙とかこの前の えね、あのトランプ大統領が落ちたやつもそうなんですけど、はいはい、まあこれたまたまこう書いたんですけどね、5050、はいえー、50対40、450対40、220対219、うん、これね民主主義ですかね。うん、要するにね、民主主義の多数決っていうのはね、はい、想定としては日本みたいな、まあ、片方が三分の二ぐらい、うん、片方が三分の一ぐらい。 で一応3分の2ぐらい取った政党の意見を中心に、うんえー、国会を運営すると、はい、その時にあの少数派の意見も尊重しなきゃいけないとだ尊重するってことはどういうことかって言ったら、まあ、政策はまあ日本みたいに自民党の政策でいくんだけど野党の言ってることも加味してそしてやりますよとそういうふうにあの今でも多分中学校高等学校では民主主義ってのはそういうものだと教えてると思うんですよ。うん、でアメリカはもうそうそじゃないんです これ民主主義ないんですよ要するにね5050 50なんですよ、うん、アメリカっていうのは。はい、じゃあ5050 50ってことはどういうことかって言ったら多数派じゃないんですようん、うん、おまあ51と4十食ったら51が多数派じゃないかってそんなでいこと言ったってね国民の半分半分が違う意見なんですよ。すね、じゃあ半分半分が違う意見の時に、うん、あの前の4年はこの共和党で行くよと次の4年は民主党で行くよなんてやってたろうね もう国っていうのはあの政策にばらつきができちゃって全然発展しないじゃないですかです、ね、だからこの民主主義のねアメリカ的なこういうやり方をやると、うん、民主主義っていうのを成立させるためには、えー、もう全く5050 50だったとしますよ票が、はい、理想的に、うん、50.0の50.0じゃあどうするんですかね一体、うん、まあこの前そうなりそうだっどね、はい、議長はどっちにするか<ー>議長を取った方が。<laughs> あの権力を取るって一体何だってこれはそれでもうアメリカの民主主義っていうのはまずお金の面でもあの崩壊しててそれから選挙制度選挙のインチキ選挙ですね今度も民主党のインチキ選挙が随分あったんですけどあってそれでこの1対1っていうほとんど同じっていうね状態でねこれはもう皆さんがここお聞きの皆さんもそうですけど学校なんかで習った民主主義と,全く違うんですよところがこれを民主主義だと言ってるねっ。 だからアメリカが全体的にに衰退していいいくんんじゃないかとうううのはこういうことにもなるよるんですねそれからお金の面ではねどういうふうになってるかっていうと所得税、まあ、所得税はアメリカでも累進課税で所得の大きい方はまあ30%ぐらい取られるんですよ。ところがだん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 所得がまあ1年に何本っつって,言って日本円で言えば1,000万円超えた1億超えたっ,ってだんだん累進,累進課税になるわけですね。で10億ぐらいのだいたい37%かなんか最高税率になるんですよ。 ところがそれを超えるとね今度どん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 減っていってこれで7%までくるんですよ。でこれはなんで大金持ちは累進課税が減っていくかというとえー、議員にお金を出してそれでいろんなこの金持ちしか使えない厚みがねこのくらいあるそうですよ。その節税のの規則の あの法律はこのくらいあるそうですよ、うん、あの本で、はい、そうするとそれを読むのは今度はあの弁護士を雇わなきゃね、うん、とてもそのあそれをや,るやってそれを全部あのこう覚えてホテル業だったらホテル業飲食業だったら飲食業のそれなりの節税のずるいやり方が書いてあるでそれをこう網の目をこうむくむようにこうやってやると。 30ぐらいの所得税が7になるそうするとまあ100億円儲けてる人はものすごい比率ですよ何十億だそのうちの一部の5,000万円ぐらいを弁護士にやればいいとこういうふうな構造になっちゃってるの。あのお金も。で、うん、民主主義というのはそういうもんかっていうねだからアメリカでト上位1%の人の人口の1%の人ントの人の。 所得があのいや持っているお金がアメリカ全体の富の40%だと今言われてるわけですけどもそういうような構造になったこれが本当の民主主義かでアメリカの民主主義はもうすでに崩壊しているという人もいるでアメリカの民主主義が崩壊した時に、えー、だから今ね世界が民主主義であるという国があるのかと言ったいねその 中国はまあ民主主義じゃないでしょあれはだって共産,主義共産党がものすごく金持ってて山みたいにいいとこに住んでるわけですから、はい、これはまあ民主主義とは言えない選挙もないほとんどでアメリカもそうでないとするでしょ、うん、ロシアはまあ実態的にないあのヨーロッパが面白いんですけどね、うん、あ今日もっとくなかかったけど EU, の EU が今ヨーロッパの一番上なんですよね、はい、あのイギリスは EU から離れちゃいましたけど、えー、EU の大統領っているんですよ 誰も顔知らないんですよ。うん、うん、それどこでどう決まったかも知らないんですよ。<laughs> <に>で、それがなんか今度の G20 まああやっと終わったとこですけど、はい、インドネシアで行われたね。G20、はい、でもう各国首脳と話してるのは EU 大統領なんですよ。はい、ね、だから全く選挙の洗礼を受けてないまあ。 言ってみればあるんですよ各国が推薦した人の集まりで選挙をお互いにしてっていうのはルールがあるんだけど、はいまあ、実態的には国民が選挙した人じゃないんですよ。そ,すね、その人がだから誰も顔知らない、うんま、あのマスコミニも出てこない、はい、その人が突然 G20 で出てきて、うん、それでまあドイツの首相とかそういうの上,上のような顔してやってるわけね、うん、まあそうなってるから組織が、うん、そうすると EU も民主主義はないと。うん、そも世界中ね 民主主義っていうのはないんじゃないかという話は結構あるんですよ、うん、もう制度としてもね、はい、それからじゃあ国家主権を集めたところ今国連っていうのが一番なんか日本人はまあ素直だから国連が国家主権の上にあると思ってる今でもだけどもう国連はもう完全に崩壊してしまってこっちは国連安全保障理事会ってありますね、うん、あれは世界の平和を守るところ、はい 特にそれから重要な平和を守るのに重要な国5か国を常任理事国にして、はい、それがアメリカロシア中国イギリスフランスですねでスタートした1950年にところが今まで70年間戦争をしたのはほとんどがもう99%が常任理事国なんですよ。そ、うん、したらねいや,いや多分ねまあこれお聞きの学校の先生に申し訳ないけど学校の先生ってね社会の先生とか。 もう必ず子供に嘘をつくんですよ、うん、こ今度もこ,これもね国連の安全保障理事会とは世界の平和を守るためにやると、うん、同じ票数だと大国があどうしても言うこと聞かないから大国には拒否権を与えておりますと、うん、こう説明するわけだ、ねね、僕なんかも順調だからそう思った、はい、ところがあの戦後の戦争を整理すると一番多いのはアメリカ、うん、ね、それから中国ロシアイギリス、うん、まあフランスは1回か二回ぐらいね だからもう世界の戦争は全部国連安全保障理事会常任理事国つまり平和を守るための万兵万人これが戦争してるんですよ。はい、何ののための国連なんでだからえー、っと世界的な制度として、えーまあ、第二次世界大戦の後そういう制度ができたのはまあ歴史的な事実だからしょうがないにしてもね。うん 日本人もです、ねまあ、今度のウクライナ戦争もそうなんですが日本人もあまり形式的なことだけ考えるんじゃなくて、うん、事実と形式と2つ考えてね攻めて安全保障理理理事事会の常任理事国だけが戦争している理由は何かと、うん、それでもう一つはウクライナ戦争の時に日本人のこう、まあ、これ日本のメディアがいけないんですけどね、はい、アメリカがイラクを攻める時にはもうむしろ賛成、うん、日本は賛成でしたよ。 アメリカはイラク攻める。せんわの生意気だとか。言って、はいね、で、アメリカとイラクっていうのはね、地球の裏表ぐらい離れてるわけだから。はい、アメリカはイラクは別にそれほど重要な、ね、安全を保つには重要な国じゃないんですよ。アメリカのすぐ南のキューバに、ソ連が入ってきた時は、もう。ケネディだ、その当時のケネディ大統領怒りに怒って。うん、もう、その原爆戦争になるぞっていうぐらいになったでしょ。それは、アメリカの隣の国に。 ロシアが来るとは何事かっってたわけですよ、うん、今度はウクライナっていうのはねところが日本人面白くてねアメリカがイラクを攻めた時はややどっちかっ言ったらアメリカ寄り、うん、それでロシアがウクライナを攻めた時はウクライナ寄り、うん、でねこういう外交をやってるとねどうなるかって言ったらね僕らの子供がひどい目に遭うんですよ。うん、つまり理屈に合わない外交をやってるから、うん 破綻するんですよねですからまあやはり日本もですね国際情勢を考える時はあまり感情的にならずによくよくその世界情勢を見てですね基本的にはやっぱり日本人の子供を守るという立場からねやっぱり外交というのを考えないとこのくらいこう大きく社会が民主主義も外れてきてるし国連も外れてきてるっていうのは時期にねあんまりかくなに。 えー、建前だけをやってるとね、うん、やっぱりちょっと日本国のためにはならなならいいかなと思いますでこういうことはあの僕が本当は言うんじゃなくてね、うん、それこそ日本の大メディアが本当のことをちゃんと、はい、だって大メディアは戦後の戦争が誰がやったかもう一覧表すぐ調べられるそれからあの安保理事会で拒否権が使ったのが一番多いのはアメリカなんですけどどういう理由でアメリカが拒否権を使ったのかってね全部すぐできる。だから やっぱり日本のメディアがねうんやっぱり日本国民に正しい事実をお通,報通報するか報道すると正しい事実のもとに日本人がどう考えるかというところでは多少誘導してもいいけど、はい、今の誘導ってひどくて事実自体を誘導してるからだからちょっと話にならないって感じなんですね。だからそれはもう日本の 日本の富という日本の,その大切さっていう子どもの大切さと考えたらものすごく損害を与えてると思うんでね、はい、まあそこのところをちょっと、えー、この際考えてもらいたいなと特にこういうふうに情勢国際情勢がものすごく揺らいでる時は、はい、あよっぽどオスのメディアの人もよく考えて、うん、まあ自分が1,500万もらってるからそれを保つためにはなんてケチなこと考えずにね日本列島に生まれたんだから日本人の一人としてちゃんとした情報を自分の職業を守ると。 いう態度でやってもらいたいと思いますね、うん、はい。で続いてはこちらの話題に移ります続いてはこちらメタ社が大量解雇ツイッターは人権チーム排除もということで概要です Facebook を運営するメタ社が9日全従業員の約13%に当たる1万1千人以上を解雇すると発表しましたイーロン・マスク氏も買収したツイッター社の従業員7500人のおよそ半数 3700人規模の解雇を行っていますがツイッター社の元人権弁護士によればいわゆる人権チームが排除されたとしています日本でも相当数が解雇されたとみられ中でもおすすめ記事などを選別していたキュレーションチームが解散となりこれまでのおすすめ記事やトレンドのある種の偏りがなくなったと SNS では話題になっていますということですそうですねえーとですねえー やっぱり日本人として考えなきゃいけないことは1990年にバブルが崩壊して、はい、それでまあ,あそれを見えなくしたのはやはり先ほどから言ったメディアで「環境が大切だ」とか「まあ、何のかんとか言ってですね、えー、これから IT 社会であることはもう歴然としてたんだけどあなかなかそっちの方に国論を誘導しなかったんですね。はい、そのために年に年いわゆるガファ グーグルとかアマゾンとかそういうのが全部アメリカの創業ほとんど2005年なんですけど今それでまあものすごくそのガファの人たちがものすごく大金持ちになったっていうのは当然で、はいえー、まあ僕らの,あの僕らみたいに全然アメリカのそういうのと関係ない人でもスマホを持ち、うん、今スマホなかったら桃子さん,仕事,ん仕事にならない <laughs> 電車も乗らない買い物もできないでしょそうですよ、ね まあ,あ,のえー、あまり儲けてたやつって恨んじゃいけないわけで、はい、なぜかったいったら我々の生活はもう今ね日常せ、うん、的な生活はもう僕なんかもうスマホにも何,何パーセントぐらい今まではほとんど僕はやっぱ学者だから物を書いたり調査したりするのはパソコンだったんですけど、はい、もう今ね調査とかそういうのも結構物を書いたらなんかそのスマホ多いんですよね。 ね、いう感じなんですよね。うん、だからそれはそれですごく価値が高かった。はい、しかしやっぱりね、あの物事はやっぱり20年ぐらい経つとね、うん、よたってくるんですよ。うん、それが今波が来てるってことなんで、これは別に不思議はないですね。はいうん、で、このところのいろんな規制もそうだし、はい、まあトランプ大統領の、えー、なんかツイッターだったかなんかの、うん、あの,あの事件もありましたね。はい、ああいったものが出てくるというのはまあ。 将来はまたこの何て言うかなこういった通信関係が主力でしょうけど、はい、えまあ一旦たん踊り場みたいなところに達するということで、うん、いろんな事件がねあ今このツイッターのこの人権の問題もそうだし、はい、大量解雇の問題もそうだしイーロン・マスク次あるのかな、はい、ちょっと読んでくれるんはすか、はい バイデン氏、イーロン・マスク氏を批判とということでイーロン・マスクはどっち側の人とというこでで概要ですアメリカのバイデン氏は4日民主党の資金集め集会の場でイーロン・マスク氏は世界中に嘘をまき散らす団体を購入しているアメリカにはもう編集者がいない状態だなどと述べてイーロン・マスク氏のツイッター買収を批判しましたということですね。ねまあ、まああの アメリカのニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、はい、それから ABC とかなんだかそれううテレビの大テレビネットワーク、うんはい、これ全部嘘ばっかりしか流してないんですよね、うん、今ね。もうだから、まあメディア自身はももうそのもう崩壊してあるわけです。うん、メディアが崩壊したので2005年にそういうツイッターだとか、はい、そういうものが立ち上がってきたと。しかしそれもやっぱり20年も経つとね、うん、やっぱり内部も難しいし、うん、それから。 ももとと難世界あのそのなんていうか社会の影響が大きくなるとどうしたらいいかっていうねうんそれでまあ嘘ついてんじゃなかってみんなが言うし困っちゃうわけですよ。はい、それでねあのえー、っとヨーロッパ人っていうのはね、はいえー、人間の正義っていう一番元の文明の一番の基礎がね、うん、自分だけ得すればいいっていうのがヨーロッパ人の正義なんです これ正義なんですよ。うんはい、日本人は自分がだけが得すればいいというのは心の中に秘めてることであって,ってうんでしょ。うん、そうじゃなくて逆なんですね。自分だけがあ豊かになればいい。だそのためにのカモフラージュするための社会システムを作るっていう順序がこう逆になってるんですよね。うんはい、で日本人はみんなで豊かにならなきゃいけないだからあの非常に典型的には。 ヨーロッパに奴隷がいてアメリカとヨーロッパに奴隷がいて日本には奴隷がいなかったっていうのは何を意味してるかっていうとそのことを言ってるわけですよね。まああの、えー、古代のギリシャでもいろいろ計算あるんですけどね、まあ、一応67%ぐらいから90%ぐらいまでが奴隷だったということですね。そういうい社会なんですねですからこういうのはね何を言ってるかっ,ったらバイデン大統領も俺だけ得したいイーロン・マスクさんも俺だけ得したい。 俺だけ得したいという理屈をどうやったら国民が納得するかという発言をしてるってことなんです。 なんこれ読者の人の質問がなかったです、はい、ありました関連する視聴者の方からの質問なんですけれどもはあはあはイーロン・マスク氏は世界一の大富豪なので前回先生がおっしゃった世界権力側の人間かなというふうに思うのですが行動は逆のような気もしますこの人物はどっち側の人だと思いますかという質問なんですねのバイデンはね、はい、バイデン大統領は国家主権の人なんです、うん、国家主権の人、はい、イーロン・マスクは世界 権だからそれはだから、えー、あの国家主権の人との首相とか大統領とかそういう人で、はい、それで世界権力でこの前ね誰かまだ我々と若いあれ何やった人かなあれ長い顔してゲ坊主の人だけどね、はい、その人がねあのなんか寄付すると、うん、あ自分のなんかこういう財あの,自分の財産が7兆円ね はい、僕はもうすぐそれ計算したくなってねこの人が100歳1歳になるまでに、えー、自分の財産を全部使い切るにはど毎日どのくらいかなっていつも計算するね <laughs> だしたらね大体世界の大金持ちはね大体ね <laughs> 10億円使う使わないとなくならないあと全部相続税取られるよね <laughs>、うん、ところが彼はね彼のやつ計算したらねやっぱり11億円なんだだからなかなかね お金も、毎日自分が死ぬまでに十、十億円、一日十億円ですよ。ね<え>。これはね、あの奇襲のどんでも使えませんよ。<laughs> 確かに。そうで,す、ね、で、人間つうのは1、一、一日十億円ぐらいになると。うん、なんか、やっぱり気持ち悪くないじゃないですか。うん、だから、あの、わ、私は何かに寄付するとか言ってましたよ。そうですよ、ね、なんとか財団作ったりね、そういうことし始めるんですよね。うん 7兆円、だ、ドルだったか円だったか、その計算設きはちゃんとやったんですけど。うん、まあ、だから世界権力側もちょっと頭のおかしい人がやってると、日本では思いますね。はい、では続いては、全くお話変わるんですけれども、こちらの話題です。え電気自動車への課税、走行距離に応じた仕組みも、政府税調が、検討ということで、概要です。 受賞の諮問機関である政府税制調査会で10月26日、自動車に関する税制などを議論した際、電気自動車に対して走行距離に応じて課税する方法を検討すべきだとの意見が相次ぎました。ある委員は、電気自動車は政策的に普及させるために多額のお金がかかっている上、重いので道路への負担が大きくエンジンがないからといって安い課税水準でいいのか疑問だと。 述べましたとということですあの小池都知事なんかはあの人は多分ね車両の重量なんて分かんてかいんですよ5 0 0ねあの,500キロの車とね2トンの車を道路走ったらねどのくらいの頻度で道路を補修しなきゃならないかとか、うん、それから道路は下がコンクリートの場合はアスファルトが多いから、えー、アスファルトを掘り返されちゃうんですけど、はい、アスファルトの一番汚い石油製品でレジ袋なんかやからものすごく害が大きいわけですよ。はい それ全部知らなないいんんじゃないかと思うんですね、うん、だからああいう全くわからない人が都知事になるってことはなかなかの問題ですね。それででね、うん、電気自動車ってのはん環境にいいんだろうと思って、はい、僕はあのそういう時必ず自分の意見僕電気自動車嫌いなんですけど自分の意見と離れてちゃんとした論文を取り寄せて計算してみたんですよね。はい、でエンジンのエンジンとかそういうモーターの、ね、効率とか、まあ、そういったものは全部あるんでそれであの全部計算してみたらね。はい 電気自動車の論文とは全部嘘ですもう計算の途中に嘘が山ほどあるんですよ細かく見えないですよ普通だったらそれ全部エンジンの効率から何か計算横風の場合坂を登る場合ってやるわけですからねだから見えないですけどね汚いんですよいやねそれはよくわかるそれを書いた学者の気持ちはよくわかる今そういう論文書かないと研究機が出ないからねだからまあそういう論文にしてるんでしょう だから、で N.H.K もそういうふうな論文を出したあの学者に聞きに行くから、はい、だから電気自動車環境にいいなんて変な話になるわけですね。うん、だから僕思ったんだけどあれね、あの計算のやつを見てみたらね、もう今やあそれはね、僕がちょっと異常な人間なんですよ。異常な人間、儲けに関係なく仕事をやってる人なんてね、うん、まず日本にいないんですよ。<laughs> <laughs> おかしいと。 いくらもらえるかを考えて常にやってる考えてやってる、うん、なぜ僕が儲けに関係ないかというと僕はね食事は質素なんですようん、うん、でご飯と味噌汁と魚ぐらいでいいわけですよそれから高いレストランにも行きたくはないんですよ、うんうん、高いレストランってさ つきちゃゃっってどうぞいらっしゃいらしませそれでいつまでたってもねあのて最初の出なこない <laughs> これで大体ね僕なんかの夕飯食う時に最初からここに魚とかそうあって、はい、これでこう食べていくでしょ分は食べられますよそれがあの有名なレストランが行くと2時間かかっちゃったりね <laughs> もうこの前ねあの日本でこれもうちょっと分かっちゃう人もいるけどいいけど「うん、えっと日本で一にを争うイタリアン料理屋」と言ったわけだ、はい、誰かでね。はいえー したらビールがないんですよ僕その時ねちょうどねテニスをした後で喉乾渇いてて「ビールが飲みたい!」「ビールビールお願いしましたここはビールがないんです」ってねビールないのなんで?」って言ったら「いやこれイタリアレストランですからワインと水があります」うしょうがないからねまあああいうその人権侵害ねそれからあとねあのさもうこういうの山ほどあるんですよ東京のねこれも超 高いホテルのの地下のレスト行った日本レストラン、うん、そしたらさそのシェフが出てきてねシェフみたいに出てきてそれでね「今日は獺祭があります、ね」た、はい、で「お出しします」って言うから「獺祭や,いやちょっと僕あれあんまり好きじゃないんですよ」っつったらね「獺祭がなんで嫌いなんですか?」って起ちゃった。<laughs> ふざけんじゃない。好みの、この海の問題です。あれはね、女性用にフルーティーに作ってある。その。醸造。そうそう、あの醸造技術については、みんなもものすごく脱サを支持したんだから、いいよね。それは時代もよく見えてる。ただ、僕はね、二級市とか、そういうのは好きなんだから。違うんですよ。系統が。これもうびっくりしましたよ。 あなたはなんで脱サラが好きじゃないですか。そんな質問を受けたんですか。い<や>一緒に行たかったですね。すねいや似たのが似たことありますよ。あの寿司屋なんか行ったってさ、<laughs> <え>その寿司が出てくると、うん、で紫っていうか醤油がないと、これ、はい、ちょっと醤油っつったらねいや、味がついてますって。ふざけないよって。味ぐらい自分で決めさせろと。<laughs> ねえ、これ何でも魚が大きく、シャリが大きくてね、あの。 米がちっちゃけりゃいいちもんじゃない、ねはい、<laughs> 適切な僕は米が多い方がいいんだっつってるんだよだからねもうねもうあの高級料理ってのはろくなもんじゃないね,ね <laughs> そうすると僕の場合は着物をもあそんなもう男だからそれで家だったらもう別に時間が空いたら別に金がある金,金がかかるとこに行くわけじゃなくて自分でパソコン計算したりなんかしてさ、うんはい、これ違うんじゃないかなやってるからもう一銭もかかんないんですよ。はい 日本人ってそういういいの多いんですよねだからねこの電気自動車の調整なんかね僕日本人の感覚に合わないね電気自動車も合わないしだ、ね、からこういうその走った距離に応じて課税するとかそういうのも合わないね。これはまあ後ろにトヨタとか自動車工業会いるかもしれませんねこれはねうあのそういう政治的に言えばね、はい、やっぱりいくらなんでもね政治主導でねあの国民が乗りたい車に乗ればいいんですから。 別に、はいうん、で僕なんかもう今でもハイブリッドなんか絶対乗らないんですよ。はい、あの必ずガソリン自動車なんですよ。まあ石油なんて山ほどあるし、うんうん、あの僕なんか東京都住んでますから東京都でとか名古屋市でしょ。でシーオーツー出せばねちゃんと魚が食べてくれるしもういいばっかですから。まあいいやあんまりここで論じて,てもしょうがない。<laughs> 次に行きますか。<う>はいじゃあ続いてまいりましょう。続いての話題はこちらです。 宮殿県の専門医で仙台原発60年運転しても健全性維持できるということの概要です。国は脱炭素社会の実現や電力の安定供給を理由に原発の60年を超える運転を可能にする法改正を目指していますが7日に開かれた九州電力仙台原発12号機の運転延長を検証する鹿児島県原子力専門委員会分科会の第7回会合で 九州電力は原子炉を囲むコンクリート、構造物について60年間運転しても強度や遮蔽能力の健全性は維持できると説明しました。委員からは調査範囲を広げて、もっと詳細なデータを出すべきなどの意見が出されました。という内容ですああ。僕だったら違うこと言いますね。九州電力の言い分はよくわかるんですよ。はい、九州電力は離島も多いし、山の中も多いんで。 九州電力の収益を保つのは九州電力の経営陣から言ったら大変なんですよ、はい、ところが原子力発電所は儲かるんです、うん、あそこは玄海ってのがあって、はい、仙台のが2つあるんですね 2>,、はいうん、2つの原子力発電所の収益性はすごくいいんですよ、うん、この収益性がなぜいいかっていうと、はいえー、研究費5000億円は国が持つんです、うん、ね。それから廃棄物が出たらこの国が2兆円かけてやってるんですよね、うん それからら立地って言ったら今度は国が出すすんで,す、はい、で事故が起こったら東京電力見たら分かるけども、はい、まあ大半を国が出すんです。と、はい、いうのはねまあ経営陣は国が出すからいいんだけどもやめるっていうと経営陣はクビになる可能性ありますよね。だって国が出してるんだから、はいうん、国が出してるのは国民が支持してるわけだから原子力発電所を支持してるから国民は膨大な金出してるわけでしょ。うん、で今大体ね 内輪に見て事故の保証金とかそういうの見ないでも原子力発電所は10%たい原子力発電所の売り上げはまあ随分稼働率も変わってきたから分かんないけど2.5兆円とかすぐらるんですね。はい、そうするとね、まあえー、と500円でできるラーメンをのうち50円を国が出してくれたらどんなラーメン屋でもね黒字になるんですよ。はい ね、50円だから10%でしょ、はい、大体い儲けっていうのは大体8%が健全の儲けっていうぐらいだから、はい、そこを10%電力費の10%を出してくれれば、はい、で火力発電所はゼロだからそうすると火力発電所は全部給術電力を持たなきゃいけない原子力発電所は10%税金でしょこの10%は我々国民が原子力発電所やってくれっていう金だから、うん、だからこれが宮殿の経営陣が悪いかとも言えないんですよこれ、うん、ね だからこの専門家ももう全部丸抱えだからね、うん、もちろん計算なんか全部インチキでなめりゃいくらでもできるんですから、うん、それから60年運転したって構わないですよ、うんね、事故起こった時に九州電力は自分を払う気ないから、うん、保険金も積んでないんだから、うん、全部あの税金でやってるわけですから、うんね、その例えば東京電力の福島原発の時に我々の税金を1人当たりいくら使ったかって絶対に出さないんですよ。 あのまあ、それはだからそれを出すのが僕ねあまりこの頃も NHK の悪口言わないとこうと思って思ってるんだけど実はねそれを出すために僕らは NHK に受信料を払ってる、ね、だけど出さないだから我々はどうなってるのか分かんない、ね、だからやっぱり僕はね僕の感じですよ僕はもう原子力の中もよく知ってるしそれから電力の中もよく知ってるんですけどもしも開発費も自分で出してください。 再処理費も自分で出してくださ、はい、うん、地元対策費も自分で出してくださ、はい事故の時は全部もちろんあなたが出すんですよっつったらわ私はね旧電力九州電力を含めた日本の 9, 9つの電力会社はね全部原子力を捨てると思います再三に合いません、うん、えですからねまあやはりここは国民がよく考えて、はい、それでまあ石油なんて4,000年もあるんですから。うん それで日本の場合は日本の東海岸がもう CO2 少なくて魚が CO2 くれくれっつって叫んでるわけだから CO2 出せ,出せばいいんでね何の問題もないのにまあ政治家もねあの福島第一原発の時に1,000億円政治家に流れてたやつがバレましたよだからそういうことでねやっぱり政治家が国民のためを考えずに自分の利益のだけ考えてね まあ、次行きましょうか、はい。続いてはこちらです。 太陽光事業者が説明会ででで住民をとということですす内容です山梨県北杜市では事業者が太陽光パネルを設置する際には地域住民などへの周知が必要との条例が制定されていますが今年5月にある事業者が住民に対して行った説明会で事業者側の人物が住民を恫喝し居合わせた市議会議員に暴力でけがを負わせる事件が発生しました。 事業者は今後この男性を説明会に出席させないようにしたとのことですということです。ねえあのねこれはあの住民を公聴会に呼んでるでしょ、はい、これ住民呼ぶべきじゃないと僕思うんですよ昔から言ってるんですけど、うん、これねあのえ絶滅危惧種の生物を呼ぶべきなんですよ。うん、絶滅滅危惧種の生物は太陽光発電やったら完全に死滅します、うん、だって絶滅危惧種とか希少種類っていうのは。はい なんで気象だり絶滅危惧種かっていうと生存競争弱いんですよ。うんはい、だから直射日光のところにはもういないんです。反射光しかいないんですよ。あ,はい、あのだいたい僕はね一回そのある九州の市であの二年間ねその太陽光発電をつけたらどういうことが起こるかという研究をね、はいはい、させてもらってお金いただいてもうとにかくねもうもうとにかくどこ置いても屋根の上だろうが何だろうが、うん、もう。 絶滅危惧種はもうすぐ死んじゃったしだいたじゃ、だって絶滅危惧種ってのは全部日陰物なんですよ。<ー>もう弱いから強すぎるなんから何とか生き延びてる。はいはい、その何とか生き延びてる絶滅危惧種も含めて、その人間の住むべき環境ってのはできてるんです。これが環境なんですよね。で、もちろんそのあさらに少し増や,増やして、だいたい人間の使う電力の10%ぐらいを太陽光でやると、はい、だいたいの野生 動物野生植物はみんな死んじゃうんですね。と、うん、いうのはその太陽の光こそが命を育んでるわけです当たり前ですけどね、はい、太陽と CO2、うん、CO で生物が生きてるのに CO2 を減らして太陽光を人間が取ったらいやだからねどうなるかって生物示しちゃうんだけど僕ねそれを言ってやるべきだと思うんだよこういう業者は。うん、私たちは動物植物はいりません。 ね、全然そうなんなの言いません、うん、ただただエネルギーだけいるんですと、うん、ね言えばまだ筋が取ってるけど、うん、そこを隠して、はい、これでな貴重生物が死ぬのを気まってんのにね、うん、あでまあ自然を守りたいなんて言ってる人たちも太陽光発電なんか支持してる人たちがいるんですよまたね、うん、だって CO2 石,石油を取ったやつを燃やしたらこれがリサイクルですから昔は 空気中にあった CO2 が動物の体に入ってそれがこう沈着したものが石油石炭天然ガスでしょ同、はいね、ですよね。それを人間だけがもう一回 CO2 を空中に戻せるんですよ、うん、それを今やってるのが人間の化石燃料の燃焼ということで化石燃料による電力の生産というのは最も自然環境にいい方法なんですよ、うん、これアホなのかなみんなどうなんですかね <laughs> あれ簡単な理屈だと思うんだけど。だからそういう歪みで同化なんかしてんじゃないですか。自分たち悪いことしてるって分かってるから。罪に罪まで。そうそうそう。だいたいそうしたって同化するもんね。この同化中、勝はわかりますよね。勝って勝つ。道っていうのはこれ立身弁ねこれちょっと今度よく調べておきますよ。道の道はこれ口変じゃないですね。立身弁ですか。立身弁ね。 立心弁の同じと書くったらで、ね、僕の感じは同じ気持ちで怒るっていうのかな。まあいいや、まあ、よく考えておきます。はい。はい、では続いての話題はこちらになります。 東芝買収へ出資1兆円確保国内ファンド十十数社からとというこでで概要です東芝の経営再建を巡り優先交渉権を得た国内ファンドの日本産業パートナーズが日本企業十数社から買収資金として計約1兆円の出資の意向を取り付け東芝に提示したことが7日分かりました。 現状の株価は時価総額で日兆2000億円程度ですが買収資金の一部にあてる考えの融資について銀行団からの確約は得られていませんという内容です。はい。えー、っとまあ良かったっていう感じですが、はいえー、東芝がダメになっちゃったわけですね。あんなでかい会社ですけどダメになって、ねえー、嘘経営上の嘘もついてたし、うん、経理もインチキしていました。うん、でこれを止められなかったのはもちろん。 えー、東芝の経営陣が、えー、会,社に会社が持つ社会的責任というものをきちっと考えてなかったということがまず一つそれから社外取締役というのはそのためにおりましてねで社外取締役は社内事情がどうであれ、えー、その社会で,活躍,で活躍する会社が社会に裏切っちゃいけないということでそういう時に必ず反対せんといかんという役割なんだけどそれも果たせなかった。 だから東芝がこれで倒れるってことは日本政府の責任もあるし経営陣の責任もあるし社外取締役の責任もあるとか、まあ、株主の責任もあると、まあ、こういう状態なんですけど、まあ、外資に買い取られる予定だったんですがそれをなんとか国内でっつってやってたのがどうしても1兆円ならないでねもうこの前1ヶ月くらい前ではもう東芝ダメだと国内では買い取れないということになって、まあ、なんか手こ入れがあったんでしょうね。まあまあ え非常に東芝みたいないい会社がこういう事態になるというのは本当にこう日本人として恥ずかしいんですけど、うん、だけどまあえこれも日本人全体のやっぱり道徳心の欠如ですねこれはまあ道徳心の欠如ですねえまあそういうふうに考えられます、うん、はい続いてはこちらの話題ですはい<ん>国内発射で半導体新会社台湾有事にも備えということの概要ですえ国内企業主要発射が 次世代半導体の国産化に向けた新会社を設立しました参加企業はトヨタ自動車、NTT、ソニーグループ、NEC、ソフトバンク、電装、記憶紙や三菱 UFJ 銀行です出資総額は70億円を超えるとみられ今後も企業の出資や参加を促します政府は新会社の研究開発拠点の整備などに約700億円を支援する見通しです 現在、先端半導体分野は台湾企業 TSMC がリードしていますが、台湾に有事があれば調達が難しくなるため国内の製造拠点確保を急ぎますという内容です。そうですね。まあこれはあの、えー、1990年代に自民党政府がアメリカに半導体を売って、はい、そのために日本の半導体工業が潰れてしまったと。まあそれでまあ台湾とか。 まあそういうとこでサプライヤーってうんですけど半導体を作るようになったと、うん、まあいうことでこれはえ長期的な視野っていうか正しい視野で見ればね日本人の責任ですね、うん、日本人が選挙で選んだ政党がえ日本の半導体をアメリカに売ったわけですからこれが日米半導体交渉の結論ですね、はい、それでまあ台湾なんかは伸びてきたわけですね。で今熊本に作ってる TMMC の えー、あの工場は、えー、まあこれはねまたね僕はあの日本のテレビとか新聞がダメになった影響というのは本当に大変なことだと思ってるんですけど五千、うん、億円を日本の税金で出すと言ってますねわ、はい、からないんですよこれまだこれ今出てきたのは七十億円とかまあせいぜい七百億円とか、ね、そういった規模でしょ、はい、でこの 台湾有事だけども台湾の工場を熊本に作るために日本政府及び地方自治体が出す金が5000億円だと言われております、うん、なんで言われておるで僕は分かんないかっていうと、うん、分かんないんですよちゃんとしたマスコミがないから、うん、言わないんですよだからね困っちゃうんだけどまあまあ方向はいいです。うん、あのこういういいい方方向向ではね九州の高等専門学校が、うん IT 系のの学生の募集を増やしたってこととこ、はい、それからこういうように日本の金でやっぱり IT 関係の工場を作るとこれはもう日本がねこれから生き残るためにはもうどうしても必要なここしか必要なとこないんですよ。うん、だ英語教育を早くやめてお宅の高校生を優遇してそしてあのみんなそこで注入していかないと我々の子どもたちの未来はないとこういうことですね続いてはこちらの話題です。 日本の一人当たり GDP、うんね、はい、はい、台湾に抜かれるということで概要です。うん、10月に発表されたあ失礼しました1月に公表された IMF の世界経済見通しによりますと、2022年の一人当たりの GDP で日本は27位となりましたが、台湾が24位となり日本を超えました。韓国が日本を抜くのも時間の問題とみられていますという内容です。まああのこれだけサボってやね、はい、それダメですよ。 僕この頃お見合いなんかもうできなくなってね。はい、なんでかってたら、しっかりした家庭を築くとか、うん、自分がしっかりした仕事をして日本に貢献するとか、うん、あの妻を愛するとか、はい、そういう男っていなくなっちゃった。えー、うん。大変なことです、ね、大変なことですよ。本当にだから。大変なことなんですよ。うん、これで。 もうだから僕ねあの大体昔は40ぐらいの男性を中心にやってて結構ねあの結婚したりなんかしたけどそのうちだんだん年齢上げてってまあ40ぐらいの男性40代の男性ね、うん、全部自分かって男性がね自分一人で生きて飯食っていくことぐらいね誰だってできるんですよ。それね「あ,あなたは妻を愛しますか?い」いや俺なんか。 結婚するのって俺ののためにに結婚すすするここんんんなななな感じなんでで世の中がね外国に勝つはずないですよベトナム行ったら分かりますけど親父がねホンダのバイクを運転して前に一人、うん、後ろにえ次男坊あ違う次,次女お母さん、うんえー、次男がカーッてへばりついてダーッて来て僕の前に泊まって「いや」っつってやったら向こうもニコニコってしてそれで一家で努力してんですから。 そういう国とねやっていくのにね日本みたいにね漫画読んでるわねスマホにかじりついてるわ女性は愛さないわそんなんでねこれ決まってますよこれだから僕僕らの子供がかわいそうだすって僕らが今世界の一流国にいるのは僕らの親父とかじいさんばあさんが死んでくれたりいろいろ努力してくれたからいるわけであってそのおこぼれを僕らもらってるのにおこぼれもらってると思ってないんですよ 自分たちが頑張ったから頑張ってないじゃないですか見たってね、まあ、って愚痴ったしはじ、ね、い、えー、さんの愚はやるとこ続いてはこちらですこれもつながるんでしょうか日本人労働力はお買い得ということで概要です品質の良さと人件費の安さから歯ブラシやマスクなどを日本で生産する中国企業がありますある中国企業の社長は日本の従業員は真面目で丁寧 不良品率が低いため人件費だけでなく返品コストの削減効果があるとしていますという内容です。もうコメントはまあこのくらいでやめておいてですね。はい、まあそのうち日本人もやっぱりね、うん、あの目覚めるでしょうから、うん、ね。はい<ー>はい。はい、は続いていきましょう。続いての話題はこちらです。深刻化する朝日新聞離れということです。関係してますね。ね。 読者の朝日新聞離れが深刻化しているという話題です今年の9月には朝日新聞の発行部数は399万部となりました2011年度には770万部でしたが業界団体である日本 ABC レポートは新聞各社とものきなみ部数を減らしているが近年の朝日の減少ペースは他市と比べ抜きん出ているとしています朝日離れを加速させた主な原因としては 2014年の慰安婦誤報問題と2014年5月の福島第一原発事故をめぐる吉田長所の報道問題が挙げられていますという内容です。まあ朝日新聞というのはあの別にこれ新聞じゃないからね。朝日情報調査会社ですから。で今やもう情報調査をやめて朝日、えー、不動産会社に変わってるわけですよ。ものすごい不動産持ってるわけですよ。それだからそれを切り売りするから。 朝日新聞自体朝日新聞まだ撮ってる人がいるんですよ300万人ぐらい。もちろん399って押し紙なんか入れてるから2割って言われてるけどね、まあ、大体300万部ぐらい売ってるんでしょうね、うんえー、だから朝日新聞っていうものがあるだけやっぱり福島事故の時もそうだったんだけどあれだけ原発を叩いていたなんかちょっとした階段を降りたから。 階段降りる時に足を滑らせて従業員が捻挫したっつっても新聞の一面に出してたのがね福島第一原発が始まったら怒ったらねこんなでかいコラム出して原子力発電所安全だと出してねまあ朝日の記者が福島の1週間ぐらい経った時かな福島から全部引き上げて記者の安全のために。 それで記者の安全のために福島から全員の記者が、記者もカメ壁の引き上げて。福島に配った朝日新聞には原発は安全だと書いてある。そこで仕事ができますって。なんていうことでしょうかね。はい。はい、あ、なんかこう暗いニュースが多いですね。続いて、もうちょっと残念なニュース続。残念な。やっぱりね、あの、ここスタッフ変えなきゃだめだね。<laughs> あのみんな離婚してて貧乏でしょ世たら見てる人は結構明るい人もいるからやっぱり来週から次からはさまあそのねあのニュースを選ぶ人が非常にこう不幸であることは分かるけどやっぱりあの世の中には幸福な人もいると。 いいとでちょっ明明るるねね話僕も今引っかかって悪,悪いことばっかり言い始めちゃったんですけど <laughs> 次お願いします続いてもちょっと悲しいニュースなんですよ。これいいいじゃないですかはい。虎ノ門ニュースね、うんうん、7年8か月に幕ということで、えー、DHC テレビ虎ノ門ニュースは7日18日,18日本日ですねもって番組を終了すると発表しました放送開始から7年8か月2021年までは武田先生もご出演の、ね、人気になったということで。 あのオリックスがね、はい、これ DHC っていうとこがやってくれたんですよでまあ日本人の悪いところっていうかね、うん、情報に対して金を出さないっていうことがありましてね、はい、それがやっぱり情報番組がなかなか育てないだから NHK とかそういうふうな朝日新聞みたいなデッタラメのところが力を持っちゃうっていうことがありましてね、はいはい、これはあのなかなかこれから市民が正しい情報を得られるっていうことになると、うん、この虎ノ門みたいに流行ったやつがね 赤字かから出れなかったんですよ<ー>スタジオは小さいし出演者はほとんどもう何もくれなくてそれでもう我々自分たちがやったやつをこう説明するっていうねそういう形式の番,番組の赤字ですからだからねそれでオリックスが買収してそれで、まあ、もちろん買収した時に赤字部分は切りますからね、はい、ま別にオリックスが悪いわけじゃないんですが、うん、だけどまあ7年8ヶ月でもですね 僕は最初からやってましたんで、はいえー、僕と僕が月曜日須田さんが金曜日でスタートしたんですよね。うん、でまあ,あのそれなりにネットというものでニュースを流すとというある時代を作ったってことは言えます,です,ですから僕はね、はい、あのこれを企画した人とか苦労した人にはね、はい、いやいやしょげる必要ないよと、うん、このぐらい社会的インパクトのあるものをねやっぱりや,や,るやったってことは大したことだから。はい で僕はまあ今日も紹介してくれてましたけど、まあ、一応444万回っていう最高記録を作ってね、はいうん、で400万回っていうのはまあ10回ぐらいあるんですね。はい、400万回って言うともう結構あの地上波の地方のニュースなんかと似てるようなあれなんで、まあ、今後ですねこういうきちっとした番組で、はいえー、やれるようにあと百田さんと 百田さんごとちょっとお話ししたんですけどやはりこの「虎ノ門」の話があってね初めて日本の歴史とか日本の皇室だとか日本の軍隊こういったものが実際どうであったかつまり戦争は勝者の歴史と言いますけどねどうしても勝ったアメリカが まあ自分勝手なあの歴史を作ると、まあ、これはアメリカが悪いっていうかもうどの戦争でもそうだから、うん、<laughs> しょうがないんですけど、うん、まあ戦後70年になってこの虎ノ門ニュースができてですねそれで我々が虎ノ門ニュースで正しい日本の歴史というのを言えるようになりこのやっぱり僕は虎ノ門に出てたのでちょっと甘い見方かもしれませんが虎ノ門が始まって23年経ってからね、はい、ネット社会では、うん、あまあ 昔は右翼系と言われた、うん、ネット坊業とかなんとかって非難された、はい、そういうものを普通の人が言えるような社会になってきたというところではですね,、うん、ですねある社会的インパクトとしてはあったんじゃないかと思いますけど。うでねはいいでは続いての話題こちらに参ります。はい このコメント先生もお気づきかと思うんですけども前回の放送の際にコメント欄に頂い,いて私も最初これを見た時にど驚いたんですけれども結構このコメントはね早く出ましたよ。例えばあの放送開始から5時間とか10時間ぐらいでねもうありましたよ、うんはいえー、繰り返しますけどこれねなぜ倉島さんではなく桃子さんということえ女は家の代表ではなく付属品という思想ですか?」と。 これはおそらく先生が、ね、私を、ね、いつもそうやって呼んでらっしゃるからそれがいかがなものかといったようなコメントだったと思うんですけども私は最初このコメントを見た時非常に驚いたんですよ。そういういい感覚をお持ちの方が、ね、いらっしゃるというか <laughs>、うん、まあ別にこの方のことを非難するわけじゃないけど、えーまあ、聞いておられる方があれなんでまず生物学の話ね、はい、えーとね。 生物っすのはね、うん、必ず系列を守る、つまり遺伝子を守るというものと。はい、それから、個人、その、しゅ、その個人っていうかな、まあ。動物だったら、個人とは言わないけども、まあ、はい、ね、それ守るっつと二手に分けるんですよ。はい、種と個体っていう。そうです、そうです。それでね。例えば、まあ、あのー、まあ、これは全然違う話だけど、樹木でも、まあ、その。はい このずっと続いていくものってのは必ずカスが溜まっていくんですよね。うん、もうカスが溜まるのはもう避けられないんですよ。うん、あのに人間も生物も、はい、だから我々が皮膚なんかもこれ1ヶ月ごとに更新してんだけど、はい、あのね、あのおばあさんにツルツルの肌出してりゃいいのに、うん、ちゃんと手垢者の肌出すわけですよ。それはできてるんですね。でそういう風に毒物が溜まっていくいろんな劣化が起こる。だから樹木なんかでも枯葉っていうのは枯葉の中に、はい。 あ汚いものを入れて落として、はいうん、そして再生しながらあれやってるんですね。そ,すねそれで人間の場合は男はあまりいらないんですよ。うんうん、だから男の子に両親が悪い遺伝子を移すんです。ですから例えばまあ皆さんが知ってるって言えば血友病なんかでも男の子は死にますが、はい、女の子は死にません。これは何かあったら女は保護しなきゃならないからね。だから人間という その男とか女とかそんなケチなことを人間考えてないですよ。人間っていうのは人間が長く続けばいいんだからね。うん、人間が繁栄するためには、女の子を優遇して男の子の方に死んでもらうっていう仕組みにならないと人間が続かない、うん、ということで、女の子にはものすごくいっぱいね。あの、えー、メリットを出すんです。うん、そのまず第一にその遺伝的メリット、はい、だから70、70あの20歳までに死ぬ率は、はい。 100人中男の子は5人死ぬんです、うん、まあ女の子ゼロとして女の子が1位ぐらい死ぬからまあ101対106とかそういう5人余計に男の子は死ぬんです、はい、それはなんで男の子死ぬかって言ったら両親の悪い遺伝子を男の子に集めてそしてそこで死んでもらうで二十歳になった時に生殖が開始されますね、まあ、結婚年齢っていうかその時に100人対100人になるようにお母さんが挑戦してるんですねであとまあ髪の毛ね。 これはあの人間の体の中で除けないものが水銀とヒ素なんですよ。はい、これを除いているのが髪の毛です。うん、だから女性の方が髪の毛が多いんですよ。うんうん、これはねあの、えー、その髪の毛がなくなるとね要するにもう毒が溜まっていくのが防げないんですよ。だからまあそれからもちろんがんね。がんのこう抵抗性っていうのはちょうど女性が男性の2倍なんですよ。 だからもう全癌ね全部のがんを平均した男性と女性の比率はちょうど0.5なんです。男性性が1だったら女性、うん、まあこれいくつもいろいろ言いましたけど結局、えー、人間それ男女じゃないんですよ人間としての性を種族を守るためには男の子に死んでいってもらって、うん、女の子はもう絶対に死なないようにするっていうのが戦略なんですよ。うん、それで 遺伝は全部男の子にしてるんです、はい、だからお父さんと息子っていうのは遺伝的関係が深くて、うん、まあ性格はほとんど同じなんです、うん、遺伝的には同じ、うん、だから子供は息子は親父をこう,こう追い越さなきゃいけないっていうんで大体いい仲が悪くなるんです,、ねですね、ところがあの、うん、お母さんと娘っていうのはこれ遺伝的な親子っていう関係が非常に薄いんですよ一、うん、個だからまあ兄弟うだいみたいなものなんですね。 女の子は。性はいらないんです。その武田とか。基本的には性がいらないんですよ。はいはい、個人でもう立派な人間なんだ。だ、うん、ところが男の子は。性がないと。もうよたよたしてるから。だめなんですよ。これで。遺伝はどう考えたかっ,て言ったら、人間の場合は男性は遺伝すると。しかし女性は遺伝しない。遺伝させるとね、体が弱くなっちゃうんですよ。だから。女の人は一人一人で。 一人の人間なんです。だから僕は桃子さんと呼ぶのはね。はい、あの、苗字なんていらないんですよ。女の人はもう、その名前だけで、その個人だけで価値がある。うん、だから男は武田邦彦って呼ばないと、邦彦だけじゃ価値がないんですよ。<laughs> お前死ね、死ねはって言われちゃうから。いやいや、俺はね、武田という姓を継いでるから。生きてる意味がある。だから生きてる意味という点では、男性を姓から。 武田邦彦って呼ぶのはね、男性は一人の人間としては意味がないんです。その、だから武田から言わなきゃ。いなもっとひどいのはね、なんとか会社の武田邦彦さん。それは会社の背負うだけだ。意味がないんだ。その種族をずっと繋げてね。そうってるって。いうそれでね、あの女の人の場合は。何子さんでいいわけですよ。何子さんっていうのが一番の尊敬の呼び方なんです。で、それとともに、この、そこのね、言った人に言うのは。 そうすると女の人人が一人ぼっっちちになゃだからこそ弱いから武田っていうのつけてるんだけどうん、うん、だけど一応守れる、はい、したら女の人はなもう完璧な人間だから桃子さんでいいもんだから、うん、そうするとちょっと社会的に弱くなるので、うん、それで戸籍っていうのがあるんです。うん、戸籍っていうのは、えー、日本および日本の影響を受けたたった世界で7か国しかないんですね。はい あ 200, 200カ国世界にあるんですけど、うん、もうヨーロッパなんていうのはもう女性虫けらですからだからもともと戸籍ないわけです。がなくて名前だけ呼ぶとちょっと不利になるんです、うんね、ところが戸籍があればその戸籍にちゃんと名前があるからそこで保護されるうん、うん、つまり普段の生活では名前だけを呼んで尊敬してみんなが名前だけでこの人の名前だけでわかる人だ。うんね ね、天皇陛下の名前だけ天皇陛下名字やったいやいや広仁先生さんあ天皇陛下」これでいいっていねだから一応日本語が「桃子さん」っていうのは最大の損傷なんです。で本当は男も国彦さんで分かってくれるといいんだけどそこまでなかなかいかない男はいかない、うん、だからそういう意味ではあの、ね、その人がこういう意見を持っておられるのはこれは、うん、日本は女性を尊重してて。 はい、一番上の神様もアムテラス大神っていう女性の神様、うん、これ日本だけですね、はい、それから紫式部が小説を書いたのは西暦1,000年、うん、それから世界中で日本以外の女性が小説を書いたのはそれから700年経ってる、はい、1700年ったらもう近代ですからそういうふうにこう日本っていうのはもう常に女性の価値っていうのを認めてだから男はもう戦争に行って死んでくれと、まあ、こういうふうになってるので。 この人がもし女性だったらね大体今だったら50歳ぐらいから70歳ぐらいの女性の中でヨーロッパの勉強ししかていいなるんですよ日本人なのに日本の文化のね日本の歴史なんか全然知らないの古文も読めないと紫式部読んでないと紫式部だったらいいけど「吾妻鏡」とかそんなの読んでないとこれでヨーロッパはんかエミリー・ブロンテの「嵐が丘」なんか3回も読みましたとここが合ってると。 それでねずれちゃってる、うん、それで、ね、ヨーロッパの概念で日本の文化を見ると逆になっちゃうんですね、うんえー、そこのところが今度ねだから僕は倉島さんなんて呼んじゃいけないんですよ、はい、倉島さんとあなたの価値がなければ倉島さん、うん、倉島との家の人も含めないけど桃子、はい、さんの場合は、うん、桃子さんって言っただけで、うん、もう僕なんかたじたじですからね。<laughs> タジタジって<ん> <laughs>

私はもうそうやって読んでいただけるだけで非常に嬉しいんでねぜひあのずっとこれからもももこさんも。だって倉島さんも,もももこさんもどうせ芸名なんだから。<笑><笑>言っちゃった。 はいありがとうございますでは続いていきましょう続いての話題はこちらです、えー、国際ピアノコンクールで日本人快挙若手登竜門ということで概要です、えー、若手演奏家の登竜門として約80年の歴史を誇るフランスのロンティボー国際音楽コンクールピアノ部門の決勝が13日パリで行われ愛知県一宮市出身の亀井雅也さん20歳が、えー、福井市、えー、失礼しました韓国のイヒョクさん こちらの方も22歳ということでともに優勝ということです。えー、福井市出身の重森光太郎さん22歳も4位に入賞しました。日本人のピアノ部門優勝は7人目で前回2019年に続き2大会連続ですということです。えっとねもちろん日本人が優勝したのは嬉しいし、はい、まあ日本のピアノレベルが高いということは非常にいいことで、はい、まあ優勝した人は拍手をしなきゃならないけど。はいはい 僕は思うことに、ね、考えが違うんですよ、うん、ピアノっていうのはね、はい、別に他人と競争する人ないと思うんですよ芸術とか、うん、学問とか、はい、こういったものはね人間の精神の美しさから出てるもんですよ、うん、その美しさと人と競争するっていう醜い状態とは相反しますね、うんうん、だから僕は元からピアノコンクールとか、うん、あ、まあまこの頃僕も ロートロになったから言えるようになったけど、ノーベル賞とかもう全然いらないと思うんですよ。うん、学問は学問自体で美しいし、はい、あの音楽は音楽自体で美しい。うんうん、それでね。それが例えば絵画だったら日展に入選したとか。うんうん、ああ、このこの絵画は2億5000万だとか。2億5000万に絵画の美しさとどういう関係があるんですかね？あ、帰って汚れるって感じですよ。うん、だから僕はあのその？ 本当に音楽を愛する人本当に学問を愛する人はそういう他人との競争の場に出ちゃいけないと思いますよ。で社会の方も純粋にその人がピアノコンクールに優勝した人だから聴きに行くんじゃなくてその人のピアノが非常に胸を打って素晴らしいと思うから聴きに行くと。だから日本のピアノコン,コンサートもそれから美術館もみんな行かないんですよ。つまり 競争に勝った人がやるんだったら、別に商売人と同じでテスラでいいじゃないですか、うん、ね。だからまあ、人間の僕は人間のやる行為っていうのをけ。あの金とか争いとか。まあそういうもので比較しながら我々の社会を作っていくと反対ですね。うん,うん。まあ、僕はあの著作権を放棄してますけど、はい、それもそうで、うん、イエスキリストとかあのそういうね。 ニュートンもそうですし、まあ、僕らの世界だったらねいろいろ立派な学者いますけど、はい、誰一人としそれはどっちかってったらそういう科学で知恵の頭で生まれてくるもの、うん、それから宗教的に自分のこう頭で生まれてくるもの、うん、まあ親鸞の「歎異抄」だって何も著作権がついてるわけじゃないんですよ。ですね、で著作権っていうののは人間の崇高なな精神的な活動に対して、うん ウォルトディズニーなんかは商売としてやる時の手段としてやったわけですよだから僕は学者だから著作権は主張しませんっつってるんですねそれはねやっぱりねか僕はね商売がね汚いものとは言わないけど、うん、お金が汚いものとも言,言うのもちょっと難しいけどね、うん、やっぱり人間の活動のうちねお金に関係ないとか人との競争とは関係ない 活動というのをね、うん、社会はぜひ認めてほしいと、まあ、こういう思いますね。すねはい。じゃ、はい、では続いての話題です。 はい。<ー>こちらいい夫婦の調査ということで、<ー>今日はまあ18日ということでね11月22日迫っておりますので、こんな話題が上がってくると思ます。11月22日がゴールで、はい、いい夫婦、はいはい、いい夫の日ということなんですね。<ー>でこの日を前にですねある保険会社が全国の既婚の男性中小企業経営者と妻を対象に意識調査というものをしたそうです。えー、自身と配偶者はいい夫婦だと思うかという質問。 聞いたところ「はい」と回答したのは夫が60.7%妻が50.7%と夫の方が妻よりも自分たち夫婦をいい夫婦だと思っている人が多いことが分かりましたでさらに配偶者とのいい夫婦度というものをパーセントで言うとどうかというふうに尋ねましたところ夫の平均は71.3%。 妻の平均はでこちちらも同様のの結果、まあ、男性の方がちょっとはいい夫婦とはどんな夫婦かという質問男女とも1位はお互いを尊敬している夫婦2位はお互いの価値観が合っている夫婦3位は何でも相談できる夫婦でしたではいい夫婦になるには努力が必要だと思うかという問いこちらには全体の約7割が入っとう 回答しましたけれども男女別に見ますと夫が68.7%妻が78%と夫より妻の方がいい夫婦には努力が必要だと思っている人が多いというような調査結果ですで、このいい夫婦の秘訣ということの話になりますけれども1位が配偶者の話をよく聞くようにしている2位は食事を一緒に食べるようにしているそして3位 自分だけのの時間を作るるようううにしているといとこの3つが挙げられたそうですお<ー>なお自分だけの時間を作るようにしているというものの比率ですけれども妻が47.3%に対し夫は24%ということで夫は妻と一緒の時間を作ろうと努力しているのに対し妻は一人の時間を作るよう努力している割合が多いということがうかがえる結果となったという内容です。なるほど さ桃子評論家としてはどういう論。<laughs> まあ私よりもいつも私先なんだ。先生今日、この話、結果を見てどう思われますかそ。そのちょっともう一つ前に行って。いい夫婦の秘訣。先生は。もう一つ前。もう一つ前。ああ、ああどう。どう。僕はこれも全然違うと思います。全然違う。先生にとってはどうでしょう。夫婦って尊敬するんですかね、お互いに。ああ、うん、なるほど。お互いの価値観なんかあってたら、うん、夫婦にならないですよ。ああ、うん。うん 何でも相談できる夫婦ってね、まあ、何でもね、まあ、それはまあ、そうかもしれない。うん、僕だったら一位はね、アイ、はい、お互いに愛してる夫婦ですよ。うん。うん。愛情ですよ、一番大切なのは。ね。まず愛してるかどうか。まあ、愛してるかどうかですよ。大体、うん、ね、お互いに尊敬してるんだったら、あの、男同士で結婚した方がいいの。<laughs> お互いの価値が上がってく男同士だよ、これ。何でも相談できる。<laughs> うん、これね、あの。 男と女が結婚して家庭を築、はい、くのはいいのは僕はいつも言ってるようにうん、うん、価値観も違うしタイプも違うし、うん、もう妻の言ってることは何ちゅうことだという夫婦が一番いい, <laughs> い、うん、つまりそのだからこそ結婚して長くなると2倍の人生が遅れると、うん、結婚とは2倍の人生を送るためのものだと。うん、なんじゃ 価値観も違うし尊敬もしてないし同じ考え方でもないし説得もできないし話したら腹立つしっていうのになんで二人なのって言ったらだけが重要なんですよだから愛してるからどういうことが起こるかっていうと自分は500円の会社の弁当をかき込んで食べた家に帰ったら家内が奥から出てきて元気よく「私今日昼お寿司食べて美味しかったわよ3,000円だったけど安かったわよ」って言った時に「 夫の心の中にムカムカっていう感情が出てこなくて良かったねという感情が出てくるのがこれ夫婦なんですよこれが夫婦なんですよそれはね夫婦だからみんな僕の言うこと違うと思うでしょ子供だったらね子供がねお父さん今日はなんかあの 一等賞だったとかねこういう商品もらったとか言ったら嬉しいじゃないですか自分と比較なんかしますかそうですねしないですよつまり純粋に子供を愛していれば子供の喜びが自分の喜びなんです確かにそうですねだから自分が500円の弁当で家内が3000円でね美味しいと言ったから腹が立ったとかそういうのは愛してない証拠なんですこの前何だったっけ うんまあこれはこの次の次だ次の次かなこの次。秘訣の次？あ、あれ？あこれ前かな前かなこれ？もう一個あったよね三つのやつが。あ三？これです。これか。秘訣というやつです、ね。うん、だからねこれねこれ配偶者っていうのをさ、うん、子供と自分の愛する子供、うんはい、ねそれ一緒に仕事をするようにしてるというのは無理やり仲良くなるためでしょこれ。 食事をするのは一緒に？うん、子供とあの食事するのはそうじゃないですよ。ああこのね子供に食べさせたいこれを喜ぶだろうなうん、うん、とそういうんでしょ？自分だけの時間そんなことはないですよねだからつまりこのいい夫婦ってなこう努力しなきゃいい夫婦になれないの人と結婚するなと <laughs> なるほど究極です、ね、もちろんですよ。<laughs> <は>いやいやもう今回はなるほどなと<え>やっぱりあの長いことね一緒に連れ添っていらっしゃるだけあってもう一つ言葉一つ一つ重みが違って聞こえておりますので今日はこれで丸く終わりたいとじゃ思います。 はい、ちょっと評論をあのやめましたね <laughs> いや今日は丸く収めたいと思います、えー、はいということですね今日はお時間でこのお話が最後というああそうですかううま,すまあ話の最後はまあ比較的上がるかったですけど、うん、やっぱり今日はあの暗かったね <laughs> ちょっとね,話題ねもっともちろんの世界にはいいことが多いんですけどね。はい、ニュースの目を見るときもあの、うん、自分が不幸だと悪い <laughs> ね、かどうもねあのここね、あのやっぱりね、あのね少し不幸で <laughs> うかどうかはね他人から見ても不幸でも本人たちはすごくハッピーかもしれないですね。 ということで、えー、次回の内容ですねご紹介しましょう来週、えー、次回の放送は12月の2日いよいよ12月がやってまいります、えー、12月2日の金曜日の午後7時から同じように友達 TV よりお届けしたいと思います先生今日は他に何かおっしゃりたいことはなかったですかいやか特にありませんね冒頭でね、うん、武蔵野市で、はい、やっぱ赤尾瓶さんの名っていうとさ、はい、なんか合わなかったのかもしれないね <laughs> そうなんです。だけどもう担当者は必死でやってますから。はい。十二月何日でしたかね？十二月九日。九日ね。曜日ですね。夕方ですよね。はい。えっと夜の開あの開始時間は夜の七時から。ああ。夜でということですけども。じゃまあ一つ東京都の皆さん。はい。たった千二百人だったかな会場が。大ホールということです。ですからあのぜひね。はい。一つ赤尾由美さん素晴らしい人ですからね。はい。ちょっと寄っていただければ。ええ三鷹駅降りてちょっと歩くところですけどねはい。 でぜひ足を運んでみてください、はい、それでは以上をもちまして武田邦彦の本当の話今日はここまでとさせていただきます最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました先生ありがとうございました